プレゼンテッドバイクイーンロゼ。ロミオ VS ジュリエット、どうした、どこか痛いのか。大丈夫か。どうしてそんなに泣いている。どうしたんだ。泣かないで。いや、いい腕だなと感心してただけだ。お前なら試験を終えてキャピレット寮に帰っても立派にやっていけるだろう。的は変えなくてもいい。次のやつにまた使わせよう。穴だらけの的はな。だがお前が使ったやつは真ん中にしか穴が開いてない。そのままにしておけ。皆へのいい刺激になるだろう。この子を呼びに行くって言うから待ってたのに。二人で話し込んでるんだから、いつまで経っても来ないわけよね。元気そうね。もうじき最終試験を受けて見習いも卒業ね。晴れてハンターになるのも間近。気分はどう？
一緒にと言っても、私はキャピレット寮からお払い箱になると思うけどね。だって立派なハンターが赴任するわけだから。そんなに心配しなくても大丈夫よ。最終試験はジッチルのものになるから、嫌でも戦闘をこなすことになる。終わる頃にはあなたも一人でやっていける自信がついてるはずよ。キャピレット寮はこのベローナの重要拠点だものね。確かに新人には厳しい状況だが、領主のお前がしっかりしなくてどうするんだ。お前がヴァンパイアハンターを目指したのも領地の皆を守るためだろう。お前の父上のことは本当に残念だった。教会屈指の優秀なヴァンパイアハンターだったからな。そうね、あの事件は人間にとってもヴァンパイアにとっても大きな事件だったわよね。でもあなたのお父様はとても大きな功績を残したわ。いつも言っているだろう、この作業場には入ってきてはいけないと。少しだけだぞ。まったく、お前にはかなわないな。なんだ、お前はヴァンパイアハンターになりたいのか。そうか、うん、お前なら立派なヴァンパイアハンターになれるかもしれないな。本当だよ、お前は好奇心が強く勇気がある。それに積極的に物事を理解しようとする優しさも持っている。おまけにもう一つ、母さんに似て可愛らしい。厳しいな。ああ、それには触らないで、見るだけにしておいてくれ。それは銀の弾丸だよ。ヴァンパイアに有効かもしれないという話を聞いてね。
ことだ。私はお前だけでも守らなくてはならない。実はこの屋敷は今30体ものヴァンパイアの襲撃を受けている。使用人を何人か教会に走らせているが、間に合うかどうかはわからない。かといって私はここを離れるわけにはいかない。だからお前はとにかく安全なところへ。聞き分けなさい。お前がここにいてもできることはない。しかし、真面目で正義感の強いお前のことだ。きっとここで私が突っぱねたのなら、一生この銃には銀の弾丸が込めてある。ここに来るまでにもこの銃弾を撃ってきたが、どのヴァンパイアも一発で仕留めることができた。銃を持ったからにはその責任を果たしなさい。美しい親子愛だな、キャピュレット。まるで芝居を見ているようだ。